はい、というわけで武井さん、はい、前回武井スクールの動画を撮らせてもらったんですけど、はい、こちらがですね昨日からですこれ動画の販売スタートになってる GS 初のトレグラ、はいはい、ちょっとこれから使ってレビューをしてもらいたいなと思って持ってきました、はい、まず第一印象としてはどうですか。僕トレグラってイメージふにゃふにゃ、はい、でなんかこうぐにゃっとこう掴むような感じなんですけど、はいはい、やっぱ端材の革ですけど、はい、しっかりした革今ちょっとキャッチボールしたんですけど、はい、パチってこう入ってくれる補給感があるんでちょっと普通のグローブと似てる感じなんで、はいはいはい、割といいかなっていう印象です、ね、なるほど。長さもトレグラーって、まあ、短すぎると、はい、まあんまり練習にもならない、はい、指がちょっと合ってくれるんでちゃんと練習に向いてるかなっていう印象ですね。わかりました。ちなみに、はい、もちろんこれで普通にノックを受けるだけでも練習になると思うんですけど、はい、今タケさんがこうパッと思いつく、はい、トレグラを使った練習法って何かありますか。トレグラってなると両手、はい、こういうイメージあるじゃないですか、はいはい、だけどこういう握り替えしやすいものだからこそ片手で取って、はい、こういう練習転がしてもらってすぐ握り替えだったりとか投げてもらってすぐこう右手に出すっていう練習をした方が実際のグローブでもその感覚は養えると思う。片手で取って握り替えるっていうのも僕はやってもいいかな。なるほど。え、それはキャッチボールですかノックですか。どっちも。どっちもですか。ちょっとじゃあ軽くやりながら、はい、前回の動画で出てくれたマイケルもちょっと今日連続出演で、はい、なんかこれは自分がちょっと型をつけたんだけど、はい、小学生から見て、はい、この大人用のトレグラなんだけど一応、はい、なんかどうですか。自分のグローブよりは少し小さいですけど、うん、子供用のグローブな感じがします。なるほど、はい、確かに今使ってるスラッガーよりはちっちゃいか、はい、なんでまあ普通に練習になりますよね小学生が使っても。ちょっと多分手の中は入れた中はちょっと緩いかもしれないけど今日ちょっとこれ使ってもらって、はい、はい、じゃあ武井さんちょっと早速なんか練習を何個かお願いします。はい、はい、ちなみに普通にキャッチボールしてても掴めますよね。はい、全然もういい感じです。多分そのトレグラの中だったらサイズ的には多分ちょっと大きい方なのかもしれません、はい、多分もっとちっちゃいメーカーありますよね。あります、あります。確かに小学6年生だとちょっとちっちゃいかなっていう感じは。じゃあ1つ目の練習、片手で取って持ち帰る、はい、右手は固定で、固定で、はい、持ってくる。あ、なるほどなるほど。じゃあ支えに行かないってことですね。はい、はい、ちょっとそれでじゃあやってもらえますか。はい、はい、いいですね。なんかちっちゃいから、はい、どう、なんかちょっと慎重になったりする。いや、でも意外とボールがすっぽり入るんで、うん、まあ、いつも通りやる感じ。いつも通りでいけるか、はい、うん、大体これは15球ぐらいとかですか。そうですね。で、まあ、レベルが上がってくれば、はい、変であげるよ。もうスローイングまで、はいはいはい、フェーダー上げてって、はいはい、いうのも、はい、15球から30球ぐらい、30球ぐらいをやる、もしくはどっちかがエラーするまで、はい、ずっとこうやり続けてラリーを受けるっていうのもやります。わかりました。じゃあこれがまあレベル2というか、はい、1個先のやつですね。はい、まあ、大体こうキャッチボールでじゃあ感覚を掴んでいって、そしたらもうワンバン、ワンバン、はい、ワンバンで片手取ってここまで、はい、うん、片手、この時はやっぱり半身になった方がいいんですか。半身になる時は、はい、まあ、自分とボールの距離感が近い時、もしくは速くてバウンドのどこで行っていいか分かんない時は、はい、ここからっていう感じですけど、取れるなって思う時には左足出してしっかり体の胸の前、なるほど、で取った方がいいかな。じゃあ使い分けて判断も大事なんですね。
ほどなるほど。どっちかで固定しちゃダメってことですね。はい、行けるときは。なるほどな、はいはい。大体これじゃあこれも15球ぐらいやってもらって補給をしていくと、はい、このラインで取れるように、はい、じゃあ普通のグローブと取る場所はそんなに変えちゃいけないってことですね。変えちゃいけない。ただサイズがちっちゃくなっただけであって、はい、やっぱ長さがないんで、はい、その分自分で足を運んで、うん、いつもここで取ってるとこ分自分で足を運んでいかなきゃいけないっていうところが、まあ、練習になるかなっていう感じです。わかりました。ちょっとじゃあ早速準備してもらって、はい、お願いします。はい、はい。あ、多分今のが、はい、ここ分、はいはいはい、いつもあるここ分がないような感覚でここに当たったっていう。なるほど、そうですよね。だから遠いからもう一本、はいはい、かなっていう。多分楽はできないですよね。そうですね。でも今先っすよね、ちょっと、うん、少し短いんでやっぱいつもここで撮ってる感じだとやっぱりここで当たっちゃうんで、うん、そういうところをしっかり直せるグローブ。なるほど、はい、確かにそうっすね、はい、自分は分かるな、確かに、はい、うん、おー今のいい。うん、いいね。オッケーオッケー。オッケーオッケー。おっしゃ。おっしゃー、いい粘り。おっしゃー。というわけでトレグラの詳細は概要欄からチェックしてみてください。続いてこう、ラララララ。そして今月のプレゼント企画はこちらの GS 小ゴリラ型を1名様にプレゼントします。こちらは撮影で一度使用しましたがめちゃくちゃまだ備品でガンガン使えるグラブとなっております。自分が片付けをしましてすぐに使える状態となってますのでぜひ使ってみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。